アイテム番号、SCP-444、JP-J。オブジェクトクラス、セーフ、特別収容プロトコル、SCP-444、JP-J を描写するあらゆる媒体において、SCP-444、JP-J を削除または改ざんすることで、SCP-444、JP-J が読み上げられることを阻止してください。SCP-444、JP-J が漏洩し広範囲に蔓延するリスクを回避するため、SCP-444、JP-J の情報はサイト、8141内のみで扱われます。説明、SCP-444、JP-J は特定の商品に対する欲求を発生させる文章形式の言葉です。その言葉を実際の発生によって読み上げたとき、その読み上げた人物は必ず一つの欲求にとらわれ、その欲求に基づき、いくつかのループする行動が誘引されます。以下は被験者が実行するループ行動の内容を順序立てて簡易的に述べたものです。1被験者は激しい空腹を訴え、ファストフードチェーン店である、クライシス、フライド、チキン、CFC、で2017年4月1日より期間限定発売の、ジューシーかつ香ばしい肉汁と油の調和にピリリとしたレッドペッパーのアクセントが病みつきになる、スカーレット、フライドチキン、税別118円、を求める。2被験者の意識が欲求に完全に支配されたから4から7分で、被験者は大量のジューシーかつ香ばしい、中薬、スカーレット、フライドチキン、税別118円、をバケットで購入する。被験者は自らが完食できることを確信しているが、その根拠は説明できなかった。3被験者は接触の欲求が高まり、食事を開始する。この間、現実での被験者の精神は平常時以上の鎮静状態に入る。4接触開始から2から3分後、巨大な満腹感が迫ってくると証言し、その満腹感に対して値を上げ始める。現実での被験者の消化器官の生理的活動が活発化する。小味に対する非常に強い満足感と、現実的な肉体的苦痛を訴えながら、中薬、スカーレット、フライドチキン、税別118円、が被験者に完食される。現実での被験者の消化器官の反応がピークに達し、満足感と共有の欲求による周辺への無差別な宣伝を行う。6満腹により被験者が、ある意味、死亡。一切の情動反応が停止し、肉体も3分間虚脱状態に似た鎮静を保つ。7.1 に戻る。その際、ごく断片的なもの以外の満腹感がリセットされる。SCP-444、JP-J を被験者の肉体が筆記することで、欲求から脱することができます。SCP-444、JP-J を筆記する場合のみ、被験者の意識的行動が現実の肉体を、略、スカーレット、フライドチキン、税別118円、を食べる、という目的以外のベクトルへ向けて制御することが可能となります。しかし本オブジェクトの性質から、被験者が自ら SCP-444、JP-J の筆記を望むまでには、数時間単位の時間を必要とする場合がほとんどです。その場合、被験者は繰り返されるループによる断片的な味の飽きを想起することが可能となり、その記憶によって、SCP-444、JP-J を筆記することで食事を終えることを直感的に希望します。被験者はすべてのループと味についての詳細な記憶を保持しています。しかしその食べ過ぎが原因で疾患を発症し、療養所のキャパシティを圧迫する例が多発したため、これ以上の味覚世界への探査は現在見送られています。ホイ1、SCP-444、JP-J は CFC が2017年3月25日より開始した CM 映像が放映された際に、中薬、スカーレット、フライドチキン、税別118円の宣伝文句の一部として発見されました。放映時すでに多くの財団職員の食生活は廃墟となっており、その状態から、財団によって異常性が補足された時にはすでに何もかも手遅れでした。異常な性質の最初の発言は、放映された SCP-444、JP-J を視聴した機動隊員が、何気なくその文章を読み上げたことによって明らかとなりました。
当機動隊員は直ちに食べましたが、当時商品の発売にはまだ5日あったことから、B クラス記憶処理を受けて業務に復帰しました。彼によってサイト、8141内のほとんどのフライドチキンが品切れとなりましたが、残存した肉は回収され、再販に成功しています。調査によると SCP-444-JP-J は CFC によって創造されたものではなく、CFC によって断片的な単語の羅列が発見され、その性質を利用した売上アップのために文章形式へと改変、改良されたものであることが判明しました。同機動隊員の衣服が遺棄された理由は不明です。ホイに、年、月、日、SCP-444-JP-J を発見した機動隊員が業務中突如、黄色の鳥よ、未だ食える、と8度にわたってつぶやきながら連続して商品を購入しました。この飯テロに誘引され4名が新たに購入し2名が止まらなくなりました。同機動隊員は B クラス記憶処理を受けてより5ヶ月間、問題なく業務を遂行しており、事件発生までは定期的に行われる精神鑑定においても異常は認められていませんでした。拘束後尋問を行ったところ、著しい知性の対抗と、重度の食欲増進の傾向が認められました。同時に、処理されたはずの記憶が完全に復元されていることが確認されました。これらの兆候が事前には一切見られなかったことから、知性の対抗と食欲増進は、突如復元された記憶によって急速に進行したものと思われます。現在、彼は満足し業務に復帰しています。ホイ参謀動が起きた。俺たちは実験をやりすぎた。俺たちは声。面積が、拡大し SCP-444-JP-J をただ知っているだけだった連中も太り始めた。俺たちはチキンを食う。脂肪や塩分、油は俺たちの友であり、肥満の原因だったんだ。何も知らずに、俺たちは食いすぎた。悪玉コレステロールは俺たちの血に混ざり込んだ。俺たち全員の血にだ。全員むさぼった。俺はもう57回も胃薬を腹にぶち込んで何とか漏らしてない。混雑はトイレに駆け込むことを許さない。もう見なかった。サイト、8141は売り切れだ。これ以上スカーレット、フライドチキンを奪われないために、俺も食う。買え。それだけでもう気分は天国。俺たちにもっとチキンをやれ。このうまさを閉じ込めるな。チキンをくれ。買え。クーポンもあるぞ。サイト、8141の大掃除、CFC の買収と解体、SCP-444-JP-J 被験者、元被験者たちへの記憶処理、それらに当たったスタッフ全員のこの上なくうんざりした表情を私は忘れることができません。しかしながら、この事件には良い側面もありました。各施設の食堂のメニューが充実したことです。そう、今私たちのサイトで毎日完売し大好評のまま増産決定の、ヒーロー、フライドチキン、は、完全に、スカーレット、フライドチキン、のレシピと素材そのままなのです。健康と飼育環境に気を使い、惜しみなくコストをかけて育てられた高級鶏の肉を、新鮮な唐辛子と油とで衣が消した絶品メニュー。一口かじれば肉汁と油の旨味、唐辛子の刺激とコクが口を潤し、それでいて辛すぎることのない滑らかな後味に、伸びる手が止まらない。そんな最高のフライドチキンが、私たちの住むすぐそばで手に入るのです。あんなバカ騒ぎさえ、起こらなければ。もう二度と、あんな失敗は繰り返さないでください。そうなれば、今度こそ我々があれを口にできる機会は上級スタッフたちによって永遠に取り上げられるでしょう。